どうもショップです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。お金に対する不安が消えないんですっていう人多いと思うんですけども、実際僕もですね、全然完全に消えたわけではなくて、普通にお金の不安はあります。そうで、でも特にその会社を辞めてその起業した当初っていうのはもう不安でしかなかったっていう感じですね。そう、前の動画でもちょいちょいシェアしてるんですけども、起業した当初っていうのは全然結果が出ていなくて、でも貯金が40万円しかなかったので、それを切り崩しながら生活をしていたんですよ。で、家賃が当時住んでいた時は7万9000円ぐらいだったので、もう3、4ヶ月後には払えなくなっちゃうよっていうぐらい、そのすっごい不安しかなかったっていう時なんです。でもまあおかげさまで収入としては軌道にこう乗り始めてわけなんですけども、ただその時でも不安が全然消えなかったんですよね。なぜかお金がたまらないとか、なんかこう漠然とした不安があるっていう感じだったんです。でも今回シェアするポイントっていうのを徐々にその取り入れていったおかげで、ちょっとずつその不安っていうのが解消されて、でお金もたまるようになったりとか、その節約ができるようになったりとかっていうのもありました。なのでこの動画を見てる人でも、なんか不安があるなとか、不安しかないですとか、なんか知らないけどお金がたまらないですみたいな感じで思ってる方はですね、今回の動画ちょっとでも参考になってくれるかなというふうに思いますので、そう、最後まで見ていただけたら嬉しいです。ただですね、その子どもの将来の教育費が不安ですとか、その老後のことが不安ですとか、そういったことに対して、じゃあこういう将来設計をしていきましょうみたいなことはお話はできないので、そういったことが知りたい方はちょっと今回の動画は参考になるので、ブラックザバックして他の動画をお楽しみください。今回の動画で大きいポイントになってくるのが、コントロールできないものとか無視しているものっていうのはどんどん不安という形で大きくなっていきますよっていうことです。なので直視しましょう、コントロールしていきましょうっていうことをすると、その不安っていうのはどんどん消えていきますって、まあそういうことがお伝えしたいので、じゃあその具体的な方法とかっていうのは、じゃあどんどんシェアしていきます。じゃあまず一つ目ですね、僕がお金に対して不安しかなかった時に最初に取り入れたこと、まず一つ目なんですけども、支出と収入を把握する、徹底的に把握するっていうことなんです。完全に見える化するってことですね。でまあこれは他の動画でもいろいろシェアしているので、具体的な方法はあまり割愛しますけども、こんな感じでですね、毎日の支出と収入っていうのを常にチェックしているんです。そう、夜寝る前に今日何にいくら使ったのかっていうのをこのソフトにポチポチって入れていって、でそれぞれですね、支出と収入はこういう差がありましたみたいな、そういうものをこうちゃんと見える化するんです。でそうすると、あ、今月ちょっと使いすぎてるなとか、ちょっと現時点で使いすぎちゃってるから、じゃあちょっとセーブしようとかっていう風にコントロールできるようになるんです。ちょっとずつそのお金の流れっていうのが見えるようになって、今はちゃんとその収入の範囲内で生活できてるぞとか、今月はこれぐらい貯金できそうだぞっていうのがちょっとずつ分かるようになってきたんです。なのでこういう、まずは毎日の出費と収入を把握することから始めると、不安っていうのはもうそれだけで半減するんじゃないかなっていうぐらい効果があります。はい、すごくおすすめです。で2つ目に、固定費の見直しです。固定費って何かって言われたら、毎月一定額出ていく出費のことを指すので、例えば家賃とかサブスクとか、あとは何でしょう、その他諸々のものを指します。とりあえずその一定金額出ていったら、それはもう固定費だと思います。で1年に1回見直すとか、気になったら見直すのではなくて、それを毎月毎月見直していくっていうことをですね、取り入れたら、その不安っていうのがどんどん消えてったっていうお話なんです。そう、前その阿佐ヶ谷に住んでいる時に固定費の見直しっていうことで動画を1本撮ってみたんですけども、であとはですね、年金ですねまあリアルな話なんですけども、年金毎月1万6000円ぐらい払ってるので、まあ、それがかかってきます。毎月6万4000円が固定費としてかかっています。水道は毎回ですね、3600円か3700円、3800円ぐらいで収まってるっていうのはですね、もうそこから飛び出したことはないです。まあシンプルにその貯金だったり、その節約額が増えていくわけなので、それに伴って不安っていうのも解消されていくと思います。ただ見直すだけじゃなくて、それを毎月毎月習慣として固定費の見直すってことをやると、不安っていうのは徐々にたがらせるんじゃないかなと思います。
僕がお金の不安を手放したポイント3つ目なんですけども、どういうところに具体的に不安があるのかっていうのを紙にペンで書き出すっていうことですね。これもまあ定期的なんですけども、やったおかげでどんどん手放すことができました。そう、具体的にどういうことを書くかっていうと、例えば将来いくら必要なのかがわからないっていうのも不安だと思いますし、あとは僕の場合ですね、例えば子供が生まれた時に養育費でいくら必要になるのかがまだ分かってないので、そういうのもちょっと不安に書いておきます。とりあえず不安だったり分からないことっていうのは徹底的にもう紙に全部書き出すんです。で、その書き出して、あ、これが不安なんだねって言ったらまだ解消はされないんですけども、いや、それぞれ不安だったり分からないことはもうネットだったり本を見て徹底的に調べるっていうことです。はい、これ僕やっぱ言われるまではやってなかったですね。そう、具体的にお金に対して不安なんだよねとかっていうのは、まあ、言ってはいたんですけど、具体的に何が不安なのって質問された時にあんまり出てこなかったんですよね。いや、ただなんとなく不安は不安なんですみたいな、そんな感じで言ってて、それじゃあ不安だよねっていうことを教えてもら言われた時に結構衝撃が走ったんですよね。そう、具体的に今から何をすればいいのかって分かるだけでもその不安っていうのは解消されていくので、ぜひこれやってみてほしいなと思います。で、もしこういう不安があるんですとかあったらコメント欄に書いてもらえたら、またそれでもいいアウトプットになると思うので、ぜひやってみてください。お金の不安を手放すポイント4つ目なんですけども、これは僕がメンターに教えてもらったことで、先月よりも資産を1円でも多く増やしたら OK とするっていうことなんですよ。そう、よく僕たちって毎月10万円貯金しなきゃいけない、今年は目指せ100万円貯金とかってやって頑張るわけなんですけども、苦しくて挫折しちゃって、なんか自分にはやっぱできないんだとかやって、やっぱそれがまた不安につながっちゃったりっていうのもあると思うんです。そう、まあ、僕もそれで、まあ、最初はストイックにやっていたので、よし、じゃあ今年は300万円貯金するぞとか言って勢いよとやってたわけなんですけども、その時にこう、まあまあまあと、絶対に減らさないっていう、まずそこから始めましょうというところですね。それを教えてもらったんです。じゃあどうすればいいかって言ったら、まずはその翌日1円でも多く増えてたら OK としてくださいというふうに教えてもらったんです。10万円とか1万円一定額貯金できなかったとしても、必ず増えているわけなんで、5000円でも3000円でも増えているわけなんで、もうそれでよしとしたんです。そしたらすごい気持ちが楽になって、お金に対する不安っていうのがちょっと手放すことができました。1時間あったら、その1時間の中で50分ぐらい不安に感じてるみたいな、そう、その50分があったらちゃんと将来に対する計画を立てようよとか、そういうのを思ったわけなんですけども、この動画を見てくれてる人の中で毎月10万円とか1万円とか、必ず貯金しようとかって思ってる人で、苦しいって思ってる人はですね、もうぜひそのハードルを下げて、1円でもいいから先月よりも多くなるっていう、そこにフォーカスとか、まあ、そうなったら OK というふうに考えてみたらいかがでしょうか。そう、そしたらちょっとは不安は解消されるんじゃないかなというふうに思います。お金に対する不安を手放すポイント5つ目なんですけども、自分でお金を生み出す力をつけるっていうことです。はい。で、まあ、これは僕は会社員の時ですかね、やっぱ思ってたことなんですけども、やっぱりその手取りが15万とか、まあ多くて18万ぐらいの時にですね、会社の先輩とか上司の人たちを同時に見るわけですね。で、その先輩だったり上司の人たちも、まあ多くて毎月50万ぐらいですかね。で、ボーナスを含めると年収で言ったら、まあ700万とかなるわけなんですけども、このまま会社員だったら俺はここに行くぞっていうことがもう不安だったんですよ。そう、なんで会社員やってるんだ、まあ、ツッコミが飛んでくると思うんですけど、父親だったりその経済的に自由になっている人たちのように行きたいなと思ってました。でもどうしたらいいのかわからないってところで不安だったんですよね。そうで、まあいろいろこう勉強してたら、まずは自分で稼ぐ力をつけましょうっていうことを、まあ、こう教えてもらってたというか、そうなので、もうえいやーって言って起業したという感じです。はい、ちょっとめちゃくちゃ分かりづらいですけども、煽るつもりは全然ないんですけども、例えば会社員をやっていて、例えばある日突然クビになってしまいました。で、もう稼ぐ収入が途絶えてしまいましたっていう不安は今おかげさまでないんです。そう、どんなことがあっても、まあ、とりあえずインターネット、パソコンとインターネットがあれば、とりあえずなんかお金は生み出せそうだな、みたいな、そういうその安心感みたいなのはあるんですね。まあ、それができたおかげで、そう、不安っていうのはだいぶなくなりました。そんな感じで以上、
シェアしましたけども、やっぱりそのなんで不安になるのかって言ったら、現状が見えてない、そして明るい将来が見えないから不安になっちゃうと思うんです。だったらそのじゃあまず現状をちゃんと見える化しましょうということで、毎月の収入と支出を把握するっていうこと、あとは何に対して不安になっているのかっていうのを具体的に書き出す、そこを見える化するっていうことで、そういうのが見えたら具体的な対策が立てられると思います。で、具体的な対策が見えたら安心できる未来に向けて行動ができると思いますので、どんどん不安っていうのは解消されるはずです。そう、あとは毎月そのハードルを上げすぎないっていうことですよね。1円でもいいから多く先月よりも増えてれば OK としましょうと。でもただ絶対減らさないっていう、そこですね、そこだけ意識すればその不安っていうのは解消されていくと思いますので、もうぜひやってみてくれたらいいんじゃないかなというふうに思います。そう、僕はこれを3年いや5年ぐらい以上かけてちょっとずつ教えてもらって、ああだから僕は不満だったんだみたいな思ったわけなんで、そう今回そういったものをこうギュッとまとめてシェアさせてもらいました。はい、いかがだったでしょうか。ちょっとあんまりこう僕もずっとこうずらずら喋る系っていうのはあんまり苦手なんで、ちょっとカットカットで見にくいところもあったと思うんですけども、そうもし今回のお話がちょっとでも面白かったで参考になりましたと感じていただけた場合は、グッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押してくれたら嬉しいです。はい、ということで今回も以上となります。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。まあ、こうやって今回ちょっと動画シェアさせてもらいましたけども、あの会社員を否定するつもりはもう一切ないです。そう、僕があくまでも会社員の時に不安に感じていて、その不安を解消するためにこういうことをやりましたっていう、そういうシェアなので、そうあの全然あのこれで会社員辞めましょうみたいな、そういうつもりは一切ないので安心してください。はい、あの僕の先輩とかでも家族がいて仕事バリバリやって幸せそうに暮らしてる人いっぱいいますんで、そうなので安心してください。